こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はデイリーメンター第1回目です。今日のデイリーメンターは内側の成功からスタートしろです。それでは仙人さんお願いします。結構なんか成功して不幸になる人がいるんですよ。うんうん、僕のことですか。そんなに不幸っぽくはないと思うんですけど、平さんは、はい、金銭面で成功して高級車を手に入れたぜとか、高級なアパートに住んでるぜとか、なんか愛人がいるぜとか、外面的にすごく成功して、でも実はなんか内面的に内側ですごく不幸になっていく人って結構多いんですよね。はい、そう多いと思います。でこれなんでかっていうと、実は理由があって、外側の成功からスタートしてるからなんですよ。実は成功には2つの種類があって、内側の成功、そして外側の成功っていう、別々に2つあるんですね、はい、で内側の成功って何ですかっていうと、例えばそれは内側に目に見えないもの、それは例えばスキルだったり健康だったり人間関係だったり信頼だったり評判だったり経験だったり知識とか、そういうものですよね、はい、そう、要するにこの見えないもの、でも内側にこのグッとこうなるもので、で内側の成功っていうのはそれをどんどんこう増やしていくっていう成功なんですけど、で、うん、逆に外側の成功って何ですかっていうと、例えばさっき言った高級車とか、なんか売り上げとか現金とか預金とか、服とか、そうですね、なんか愛人の数とかビジネスクラスに乗った回数マイルとか数字で表せるものですよね、要するに。そう、全部私のことのような気がしますけど。そんなことはい、そう、でも順番的に大事なのが、すごくこれ順番っていうところを気にしてほしいんですけど、実はこの外側の成功ももちろん大事なもので、例えばいろんな高級なものを持つっていうのももちろん楽しいと思うんですよね、はい、でも実はここで間違えてしまうのが、内側の成功からまず手にしようとして努力して、例えば最初の10年20年とかは内側のスキルとか人間関係とか健康とか家族とか、そういうところにこうフォーカスして積み上がってくると、自然に外側の成功っていうのはポツ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 とか出てくるんですよね、うんうん、そう、だからフォーカスポイントがまずみんな、なんていうかな、順番を間違えてるだけで、実は順番さえ正しく内側の成功からもしスタートしたら、最終的に外側の成功も手にできて、両方手にできるんですよ、うん、そう、だからこの両方を手にするためには、まずは内側からスタートしてくださいっていうことですね、うん、もうその通りだと思います。グーの音も出ないって感じなんですけど、やっぱりあの自分も外側の成功って何も残ってないんですよね、うんうん、第1回目のデイリーマインドセット、内側の成功からスタートしろです。自分自身にも言い聞かせるんですけれども、まだ成功、自分が求めている成功に近づいてないぞと思っている人こそ要注意、焦らないでほしいんです。まず目に見えない内側の成功、資産を構築することにフォーカス。そうすればおのずから、順番を間違えなければ、内側、そして外側、そして成功、これがついてくるというお話でした。数年前というか、まあ10年ぐらい前だったかもしれませんけど、ある朝、まあ、寝ていたら、あの、お前の実家の後ろが火事だぞ、隣が燃えてるぞという電話が、あの、知り合いの整体院の先生からかかってきまして、慌てて実家に戻りました。そうするともうすごい火がバーッと立った後、まあ、自分が戻った時はもちろん消火が終わった後で、もうそこは火に飲まれて真っ黒けっけになって、もう全てが廃墟になった、まあ、大きな家だったんですけど、隣の家があり、その隣は、まあ、車2台と、そして、まあ、風がそっちに入っちゃったんで、家の2階が全部燃えちゃうっていう、そんな、あの、火事があったことがあるんですけど、まあ、あわや我が家もっていう感じで、あの、そこはすごい狭い路地を入ってくるところだったんで、あの、消防車がなかなか間に合わなくて、うちの母親がホースの水バーッと消火活動をしていたという、まあ、それもこう風にあおられながら、こう、まあ、火の力で、うちの家も、まあ、少し損害があったんですけれども、それでも、まあ、財産というか、まあ、大きな、まあ、何かこう物を失ったり人の命を失ったりということはなかったんですが、まあ、隣の家は真っ黒焦げ、まあ、家もそうですけど、まあ、全ての財産と住むところと
そして、まあ、一人命を失ったという事件があったんですね。で、まあ、その時思いました。あ、火事って怖いな、一瞬で、今まであったものが一瞬でなくなるんだ。それも原因が、まあ、結局最終的に原因はよく分からなかったんですけども、よく寝タバコをされるおじいさんだったんで、まあ、原因は寝タバコか、あのその前日に電気配線の工事があったということで、まあ、漏洩したんじゃないかと、まあ、どちらかじゃないかと言われているんですけど、その本当ちっちゃな火種で全てを失うんだな、命を失うんだな、怖いなっていうのを思いました。なんでこのお話をしているかというと、こう外側の成功、まあ、目に見える成功とか、あの財産とかっていうものはなくなる可能性がある。でも一方、目に見えない資産、財産というものは奪い取ることができない。例えばこんな話があります。ユダヤ人、まあ、あのドイツのヒトラーとかに迫害されたユダヤ人ですよね。あの人たちは耳と耳の間に大事なものを詰め込めって言います。つまり知識のことを言うんですけども、これは誰も奪うことができない。例えば全て、まあ、お前たちの財産全部没収するって、あの全部取られたとしても、手に残るものは何もなくっても、ここに耳と耳の間に全ての資産が隠されている。これは誰も盗むことができない。でその資産を使ってもう一度財産を築き上げることができるっていう、まあ、彼らの教えはそのものじゃなくって、その目に見えない知識だったり人脈だったり、まあ、家族だったり健康だったり、そういうものを大切にしましょうっていう、そういう話があります。まあ、自分もその話を聞いて、あ、そうなんだ、全てを失ってもここに必要な資産さえ持っていれば、そしてまあ人間関係だったり自分の肉体の健康だったり精神の健康だったりを保っていれば、いつでもやり直すことが、ゼロになってももう一回一から出直すことができるっていうことを知って、ここをまず第一に磨かんといけんのだ、ここにフォーカスしてここを構築していかないといけないんだっていうことが分かりました。そしてここさえ構築してれば、自然に後から外側の成功、お金だったりとか、例えばまあ高級車だったり、海外に好きな時に出かけていって綺麗な自然とか、あの風景とかを 見ることができたり、食べるものを食べることができたり、そういう、まあ、チャンスに恵まれることもできるということなんです。まあ、焦っちゃいますよね。なんか人に見せびらかせるような、そういう成功が欲しい、なんか内面の成功とか分かるけども、結局なんか自己満足で誰も評価されないまま終わっちゃうんじゃないかなって、そういう、まあ、自分自身もそういう不安と日々戦ってますけど、でも結局内側の成功を先にしていないと、外だけ取り繕っても外がなくなった時に内側がなければもう何もなくなってしまうっていう、そういうことなんです。姪っ子がいるんですけど、姪っ子がまだ3歳ぐらいだった時、まあ物心がない頃ですよね。あのハードディスクを、まあ、実家でこう地面に、まあ、床の上にハードディスクをポンと置いて、まあパソコンとつないで作業をしていた時に、悪気はないんですけど、その3歳の物心がついていない姪っ子がコツンとそのハードディスクに当たってバタンって倒れて、データがスコーンって飛んでしまったっていうことがありました。ハードディスクだけじゃなくって MacBook 持ってたんですけど、何かの拍子にポトンと落としちゃったことがあって、再起動したらピー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 という、まあ、異音が鳴る、まあ、もちろん開けられないですよね。そういうことが発生して、うわー全てのデータがって思ったことがあるんですけど、今はあのハードディスク、まあ、バックアップ取っとくっていうのは大切なんですけど、取ってなかったんです。それで、まあ、今はあのクラウドに、まあ、情報とかを上げとくこともできるので、それがこう倒れたり壊れたりっていうことは、まあ、まずまあ、実際にリアルで壊れたり倒れたりデータ盗まれたりするよりは、まあ安全かなと、データ自身は大丈夫かなと思うんですけども、さらにそのクラウドの中の情報っていうのを整理して、まあ、欲しい情報にすぐアクセスできる、あの欲しい情報すぐ引っ張り出してこれるっていう、
そういうものをこうちゃんと貯めておく、まあ、それをまあ仮に内側の成功とするならば、外側の成功、 MacBook を持ってるとかハードディスクがあるとか、そういうことってその替えが効くというか、まあ、壊れたとしてもここさえしっかりしてれば、あの新しく買い替えることもできるし、またこうクラウドからダウンロードしてきて事なきを得るということもあるじゃないですか。なのでとこう外目に見えるものっていうのに注目するんじゃなくて、と目に見えないけれども本当に大切なもの、まあ、人脈だったり、人間関係だったり、健康だったり、家族だったり、愛だったり、友情だったり、信頼だったり、そういうものをまず一番に基礎を固める、その上に家を建てる、そういう順番でやっていただきたいなと思います。今どんなにお金がなくって外側に見せびらかすような成功がなくって焦っていても、焦りは禁物です。まず内側の成功、そこに投資フォーカスすべきです。ここの財産さえしっかり作っておけば、あのユダヤ人のように耳と耳の間に大切なものをすべて隠し込んだあのユダヤ人のように、すべてを失ったとしても、すべてを剥奪されて取られたとしても、ゼロからゼロベースでまた新しく資産を、財産を構築させることができます。今日のデイリーマインドセット、内側の成功からスタートしろでした。